柳さん、サイン保有。アップ査定か？二人目の保有来た。柳の契約公開。中日ドラゴンズと柳選手で今年の契約公開が行われた。柳さんは球団が提示した金額を一旦保有。球団の考えと照らし合わせたい、というコメントを残した。今後の展開に注目である。また舐めた金額提示したんか。小笠原に続いて二人目の保有か。勝敗は関係なく、防御率で考えてほしい。なんでヒロトにはできて柳にはできないんだよ。今年の柳はマジで先発陣の柱としての仕事をしてくれた。もしかすると、球団の複数年を拒否か？一応アップ査定ではあるのかな？改めて見ても、勝敗と防御率が釣り合ってない。後半は良かったけど、やっぱり前半戦の不調が提示金額に響いたのかな。フロントは頑張れよ。やっぱ予想通り保有したね。来年の FA 権行使を止めるためにも金出してよ。柳だけは失っちゃいかん。ドラドラ情報局は、中日の現地情報、有益な情報を発信中です。高評価、チャンネル登録もお願いします。